さて、県内の今日の新型コロナウイルスの新規感染者は1人でした。落ち着いた感染状況の中、高齢者を中心に新型コロナワクチンの接種が進んでいます。ここからは橋本キャスターとお伝えします。はい、こちらモニターご覧ください。今週月曜日時点の県内のワクチン接種率です。 60.9% で前の週より 13.1 ポイント高くなりました。一般への接種も今進んでいますよね。そうですね、はい、西条市では大学生の世代への接種券を発送し、紀北町では今日から中学生の接種の受付もスタートしているんです。ワクチン接種が進む中、自分自身の接種についてどう考えるのか、松山市内で若い世代に聞きました。まあ、しようかなとは思ってます。ワクチンの接種、はい、なんかよく言われてる、なんか若者の今後の副作用、まあ、強かったり言われてますけど、それはちょっと心配だったりはするんですけど、結局コロナのリスクより打った方の、メリットの方が大きいっていうことを聞くんで、まあ、打とうかなと思ってますけど、はい。まあ、そうですね、しますね。まだ未定です。何を疑問として考えてるかも分かんないっていうか、本当によく分かってないっていうか、情報が流れてこないのか、なんか僕が情報を遮断してるのか分かんないですけど、なんか本当にとにかく分かんないだけです。ちょっと迷ってるしたいんですけど、なんかいろいろ周りで受けた子たちの話聞くと熱出たりとか怖いなって思って、まあ案内が来たら受けるとは思うんですけど。若い世代、副反応への不安、疑問の声が目立ちますね。そうですね、はい、またこんな意見もありました。17歳の女子高校生です。続いての VF です。はい、正直打ちたくないと。この方は家族はワクチンを受ける予定なんですけれども、自分は打ちたくない、副反応が怖いし、今受験生なので受験に支障が出たら困る、今はいいかなと思うという意見でした。まあ、受験確かに万全の状態で臨みたいですし、わからないものって不安がやっぱりありますよね。そうですよね。このように打ちたくない、迷っているという人たちの中には、副反応についてよくわからない、様子を見たいという意見が取材の中でも多く聞かれました。はい、今回は皆さんが不安に思っている副反応について見ていきたいと思います。続いてです。こちらは今年2月から行われた国内の先行接種でファイザー製ワクチンを接種した医療従事者らおよそ2万人を対象にした調査結果です。新型コロナワクチンの副反応、1回目の接種で37度5分以上の熱が出た人は全体の 3.3% でした。では名古屋さん、はい、2回目接種後に発熱した人どのくらいいると思いますか？2回目の方が増えるというのは話聞くので、はい、10% ぐらいですか？実はこちら、はい、38.4%、うん、1回目の 3.3% と比べると多いですよね。10倍ですね。そうですね、はい、また副反応としては発熱以外にも接種した部位の反応、倦怠感、そして頭痛などがあります。接種した部位の反応は9割以上、1回目と2回目それほど変わりませんが、発熱や倦怠感、そして頭痛は1回目よりも2回目の方が極端に高いことが分かります。この点に不安を覚える人が多いんじゃないでしょうか。はい、はい、さらに先行接種のデータからはこんな傾向も見て取れます。発熱した人を年齢別、男女別に分けたグラフです。こちら70代から20代へと若い年代ほど発熱した人多くなっています。さらに男性より女性の方が多い傾向があります。この中で一番多いのが20代女性ですよね。はい、まさに私ここに当てはまるんですが、個人差はあるとは思いますが、どのくらい熱が出るのか、それがまたどのくらい続くのか、でその場合病院に行っていいのか、仕事には影響が出るんだろうか、本当に気になること、不安っていうのはたくさんあります。そうですよね、うん、そこで今回なんですが、この先行接種に県内で唯一参加した新居浜市の愛媛労災病院を取材しました。実際に2回接種をした3人の医療スタッフに当時の体調の変化などを聞きました。左の腕の方です。この辺に打ちました。
2回目の方が接種してから、12時間後に発熱の方が出まして、で次の日には、37度台ぐらい、倦怠感が少し残るくらいの症状が出たということです。風邪ひいたとかですね、時に発熱しますけれども、それと比較したらどういう感じだったんですか？風邪をひいた時より急にすごくその症状が出て、その後スーッと症状の方はなくなっていくという感じでした。1回目はその注射したところの痛みはあったんですが、それ以外の症状はなくて、で2回目の時にちょっと、頭痛と、発熱、38度くらいですかね、それが半日くらいありまして、次の日にはもうほとんど影響はなかったような状態です。ほっとしてますか？そうですね、今は、特に体の何も影響もないので、ほっとしないですし、ワクチン受け入れたということで、ほっとしているところもあります。こちらは20代の女性です。打った直後はまだそんなに症状は出てなかったんですけど、自宅に帰ってから少し腕の痛みを感じて、ちょっと体のだるさも出てきて、ちょっと横になったりしてはいました。1日でもう次の日にはもう痛みは取れていたので、1日だけ痛かった。2回目は自宅帰って次の日朝起きた時にちょっと熱を感じて、体温計測ったら8度ぐらいはあって、1回目よりも少し体のだるさも感じて、家でずっと安静にしてる状態が続いてました。普段しんどかったですか？そうですね少ししんどかったですけど。院内の副反応の結果を解析した愛媛労災病院の塩出正弘医師は、副反応が続く期間がポイントだといいます。2回目の接種した場合に約3割強発熱が起こると。ただしこの発熱も2日目にほとんど起こって、3日目以降にはほとんど消失してますから、これらの症状自体は起こりはすると、少なくはない、起こるんだけれども、もう1日2日すればほとんど消失するものなんです。しかも痛み止めとかを1回か2回飲めばほとんどの場合治ると。で、薬もいらない人が大半で。ということで、塩出医師によりますと、頭痛や発熱、倦怠感などは3日目には治まることがほとんど、強く心配すぎることはない副反応だと言います。一時的なもので心配しすぎることはないとはいえ、やっぱり熱が出る、発熱するとコロナに感染してるんじゃないかという不安もありますし、病院に行かなくていいのかなって、その判断基準は難しいですよね。悩ましいですよね、はい、もし発熱をしてしまったら、こちら厚労省のホームページから、なんですけれども、ワクチンによる発熱は先ほど塩出医師の見解にもありましたが、接種後1日から2日以内に起こることが多いですと、そして必要な場合は解熱鎮痛剤を服用して様子を見てほしいということでした。また先ほど名古屋さんからもありました、ワクチンによる発熱なのか、それとも新型コロナの感染なのか、見分ける方法、目安のポイントが、発熱以外に咳や喉の痛み、また味覚嗅覚の消失などがあるかないか、こちらが判断のポイントになりそうです。自分の体調の変化を冷静に見ていくということが必要になるんですね。そうですね、ただ一方で命に関わる重篤な副反応も大切です。ワクチンの成分に反応し、接種後に息切れなどが急激に起こるアナフィラキシー、国内ではファイザー製のワクチンで先月13日までにおよそ2300万回で238件確認されています。しかし厚労省は発症頻度は低く、現時点においては引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないとしています。そして先月に入ってアメリカなどでワクチンとの関連が指摘されたのが、心臓に炎症を起こす心筋炎です。こちらはワクチン接種後に若い男性に発症の傾向が多く見られたということです。多くは軽症だということです。日本ではどうなんでしょうか？はい、厚労省によりますと、日本ではファイザー製ワクチンを接種した人のうち、先月13日までに心筋炎や心膜炎を発症した事例は、若い世代も含め全体でです。全体で12件報告されていますが、心臓病などを専門とする日本循環器学会は、こちら
ワクチン接種後の発症頻度は極めて稀で、接種による重症化予防のメリットの方が圧倒的に大きいという見解を示しているんです。こうしたワクチンの情報も本当に日々更新されていきますよね。そうですね、情報というのはすごく重要だなというふうに感じました、もちろん接種が任意であることは大前提です。打つ打たないで社会的な不利益があることは決してあってはならないことだと思います。ただ感染拡大を抑える上でこのワクチンは効果的です。なんとなく打ちたくないではなく、複数の信頼できる情報を日々確かめながら、私たち一人一人ワクチンとの日々の向き合い方を考えていく必要があるなと感じました。ここまで新型コロナワクチンについてお伝えしました。